はい、仮装コンテストの結果を発表したいと思います。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。お気持ち聞いてもいいですか。嬉しいです。この喜びを体めいっぱいで表してください。どうぞ。エントリーナンバー10番ねねにゃんちゃんです。あ、はい、どうぞ前の方にいらしてください。重いよ重いよ、はい、なんかそういう仮装大会とか出たことがなかったからです。はい、なると思わなかったのでとても嬉しかったです。来年も優勝したいです。もう着せ替えっていうか仮装させるのがすごく楽しくて、みんなでね、こういうことってなかなか小さい時にしかできないんで良かったと思います。すごいいい経験になりました。それではインパクト。着いたかな。あ、着いた。あ、着いた。つけてもなんか火が映らないことが大変でした。見てるだけで心も温まるというか、すごいいい気持ちになります。これだと半これね、これだけ飾るの大変だなと思いながらね、なんかもっといっぱいの人に見てもらいたい。結構幻想的で、まあ綺麗だと思います。植物園でやっぱりこんなイベントやってるの思わなくてね、すごい綺麗なイベントでまた来たいなと思いました。最初に着火マンを渡されて、ね、何かなと思ったらライトをつけるのに一緒にお願いしますって言われて、なんか参加型だったのがなんかちょっと面白かったですね。良かったね、うん、面白かったね、はい、うん、一番ポイントはアットホーム、手作り感ですかね。多分見てもらうと分かるんですけど、ものすごい手作り感が半端ないと思います。植物園って子供さんってあんまり来らんないと思うんですけども、こういう機会に植物に来ていただいて、まあ、こういう綺麗だなとかそういうのを思って少し植物にも興味を持ってもらえたらなと思ってます。